どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレで、この新しいウクレレでまたやりますよ。いろんな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は、新感覚ミュージシャン。はい。ガズレレ初登場でございます。曲は、東京サマーセッションフィーチャーリングチコ、ハニーワークスの曲を、このちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。これ待ってた方多いんじゃないでしょうかね。はい。よろしくお願いします。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。こちらのバージョンコード5個です。はい。後半のかっこいいバージョンは、キレッキレのリズム。シャキシャキしたあの感じと、あの歌詞のね、とろけちゃう感じがうまくミックスする かっこいいバージョンをやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、ウクレレって私にもできるかなとか音楽やってみだけど興味あるけど私は音楽がちょっと無理なんだよねとかそういう方、はい、音楽はねやるのがいいんですよ。大好きな曲、いつも聴いてる曲をね自分で演奏して弾く、この弾き語りぜひ体験していただきたいです。これめちゃ楽しいんですよ。で、他の楽器だとやっぱちょっと難しいんですけど、このウクレレだとですね、まあ弦も4本しかないしちっちゃいからいつも触ってられてですね、まあ、簡単なんですよね。簡単だけど奥ももちろんすごく深いんで、ずーっとこうあのね関われる関係になって、もう本当おすすめですね。で、特にあの音楽を諦めているような方とか、ギターの F で挫折した方はもうウクレレも本当最高ですからやってみてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんウクレレが弾けて音楽を楽しむことができますから、はい。で、もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにクリックしてジャンプしていただいて、数字の1から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、はぁ、私今できたってすぐなります。はい。じゃあ、リンクここね、行ってくださいよ。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック!行ってらっしゃい!そこには今まで私が取りためたありとあらゆる音楽。700曲以上がウクレレですぐに弾けるように簡単練習レッスン動画としてアップロードされて、700曲以上ですよ。今回のようなボカロ曲というか、その新感覚のミュージシャンの曲もあるし、最新 J-POP、夏メロからも洋楽、ハワイアン、もうありとあらゆる音楽を簡単にしておりますのでね、よろしくお願いします。で、今からこれから東京サマーセッションやるんですけれども、サビでね、本来はキーがちょっとクッと上がるところがあるんですけど、ウクレレレッスン、簡単ウクレレレッスン動画なんで、そこはちょっとね、そのまま行きました。で、原曲通りにやりたい方はですね、途中解説でちょっと解説しますので、ひとまず、シンプル簡単バージョンの方、やってみます。初心者さん、ちょっとゆっくりでやったらできると思いますから。はい。では、シンプル簡単バージョンやってみます。1、2、3、4。繋ぎたい本音背中に隠すの綺麗だね綺麗だね綺麗だよ綺麗だよ遠くから見てただけの花火が今目の前に時を止め帰りたくないよね今日は待ってる左
ーの、じゃばじゃん。はい。ハニーワークス、ハニワの東京様セッション、ガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみました。もちろん今聞いていただいて分かったようにショートカットバージョンでございますが、一応このパートができると2番を付け足せば、歌詞を書けばできるようになっております。へい。今のやったのはさっきも言ったんですけど、サビでキーが上がらない、まあ、簡単バージョンなんですけど、ちょっと後で、またその、原曲通りにできる方法も、お伝えしますけど、今のはね、テロップと一緒に弾けるかな、なんとかできるかなって感じだと思うんですけど、いずれね、ノートに書いて自分だけで演奏してみてください。その時に参考になるように今書いておきます。でね、これは、ここにダダダダとかいろいろ書いてあるじゃないですか、この、なんかね、こう丸とか×とか。これ後のね、かっこいい、この後やるかっこいいバージョンでしっかり解説しますんで。今はシンプルに4つ弾きで全部やりました。じゃあ、ここからメモっていってください。どうぞ。まずここ A メロまでかな、イントロから。すごい言葉がやっぱり詰まってるっていうかね。うん。独特の、この歌の、この歌詞の内容がもうすごいですよね。ものドラマ性があるというか、もうキュンキュンです、キュンキュン。はい、いいですか？じゃあ一時です。これテロップと同時に見合わせてもらった方がいいかもしれませんね。ここダダダとかこう決めが書いてあったりとかします。はい、ちょっとこれ見づらい、ちっちゃいからね。はい、詰まっております。はい、どうぞ。一時停止でね、これはサビですね。はい、でですね、構成を一応伝えておきましょう。今はイントロからずーっとここまでやってきて、で、ここのブリッジパートのところが終わったら、またサビに戻るんですよね、サビに。で、またここ、サビに戻ってやって、その後サビの一番最後だけこのエンディングの、ここのラストで歌詞がちょっと変わるんで、これやって終わったというガズレレ流ショートカットアレンジになっておりますが、まあ、テロップでちょっと確認してもらった方がいいかもしれません。そしたらコードの解説いきます。C と A マイナー、F、G7、E7。この、5個なんですけど、E7 はここにたった2回出てくるだけなんで、もうほぼほぼコード4つですね。これはコードだけで言うと超入門コードなんですよ。この5つはね。はい。この5つのコード、じゃあどうやって覚えていこうか。はい、ドン。こちらちょっとご覧になってください。ガズレレ必須コードって必須って書いてある。これね、この、今ご覧、この動画を見ながらウクレレで音楽やろうと思っている方、このガズレレ必須コードというのは、8個の入門コードのグループなんですけど、これをまず最初に最優先で覚えてください。コードを覚えないとちょっと仕方がないんですが、コードっていうのは星の数ほど本当に山ほどあるんですよ。それ全部覚えようと思っても、まあちょっと大変だし、まあそもそもちょっと無理なぐらいあるんで、まずね、皆さん、ウクレレで音楽。始めようと思ったら、これウクレレにとってものすごく便利なコードなんですよ、この8個のコード。なので、これを覚えてください。以前この8個のコードをめちゃくちゃわかりやすくしてる、私が解説してる動画があります。その動画で、気楽に頭にスコッと入れましょう。8個つったら結構びっくりするじゃないですか。でも簡単に覚えられる方法です。ここにリンク貼っておきますんで、こちらでお勉強してください。必須ですからね、覚えてください。いってらっしゃい。サビで、本当はキーがあるから、ちょっとやってみましょうか。待ってる左手に、ほんの少し触れてみる。繋ぎたいだけのポケットに隠る。次ですね。本当は気づいてる。ほんの少しで飛ぶ。これ要はここでサビの後半でキーが半音上がるんですけど、これはですね、ちょっとやっぱ難しいんですよ、初心者様に。で、できる方法、一応ね、物理的には簡単で、1フレット全部こう制覇したまま、ここで Am、F、G7、C って弾くと、このここの白いところが1個ずっと上がったって考えると、キーが上がったってことになるんで、これ、制覇できる人は、制覇した状態で Am、F、G7、C ってやるとキーが上がりますんで、ただしこれやっぱりちょっと、初心者の方はちょっと難しい。ということで今回ガズレレでは、キーを上げずに、初心者様でも楽しめるようにアレンジさせていただいております。ちょっと原曲と違っちゃってるんですけど、そこら辺はちょっとこの、やりたい方はこの1フレット制覇、バレーとか制覇、これちょっとチャレンジしてみてください。はい、それでは、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではですね、やっぱりリズムですね。リズムがこれすごくいろんなパターンが登場する。なかなかノートレ的な感じでございます。コード進行はさっきのシンプル簡単バージョンと全く同じにします。リズムに特化したかっこよさということで。で、どんどん解説していきましょう。まずはですね、まあ最初のイントロから説明します。ここに書いてある。ダダ、ダダって書いてある。これもう聞いてその通りなんですけど、ちょっとやってみますよ。これです。ダダツクツクツク、ダダツクツク。もうここカッティング左手で止めるんですよ。見ててください。ほら。右手は止まってるでしょ。これで止めるんですよ。触って止めてる。これをカッティングと言います。カッティングはこの曲いっぱい入ってきます。イントロはこれで、で、イントロの
イントロの歌みたいなのあるじゃないですか。やこんにちはっていうところはね、こうです。やこんにちは、こんにちは、あーあー。ダダチャカ、チャカ、ダダチャカ。これカッティング。ダダカタ、チャカ、ダダチャカ。はい。来たでしょ。これはだから、分析すると、8ビートのカッティング、あ、じゃない。もう一回。8ビートのチャにカッティングが入ってるパターンですね。しかもそのパターン1です。ダダカカカカダダチャタスチャダダチャタチャチャダダチャチャ。これが今のこのイントロの歌のところの弾き方になります。ちょっと頭ね、柔らかくして聞いておいてくださいね。で、感想のところはレゲエスカビートでやろうと思います。でで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 でこれは8ビートのチャのチャをやった後にアップでひっくり返す。パッ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 。これですね。これのやり方。もう一回、感想ってその A メロが始まる前ですね。はい、この感じ。チャッ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 とやってからアップで弾く。チャッとやってからアップ。この繰り返しです。これも弾き方はやっぱ8ビートのチャのところで練習になると思います。でですね、A メロ、花火大会が乱視。ここも、イントロのやつに読んで、今度は3回弾いて、やるパターンにしましょう。ダダダクスクチャカ、ダダダトスクチャカ、ダダダトスクチャカ、ダダダトスクチャカ。わかります?イントロはダダツツツだったのに、今回はダダダツツツ。ちょっと変化をつけました。テロップで言うとこうなります。イントロのいやこんにちはのとこはダダツツツツツツ、ダダツツツツツ。はい。で、対して A メロは、ダダダツツツツツ、ダダダツツツツツ。三つになる。ちょっとこの住み分けをやってみましたということですね。これね。だからそれを、こうノートに書いてあるのはここ。見てください。これ、イントロの歌。ちょっとした歌なんです。これ星マークつけてます。星マークは、ここに書いてあります。ダダチャタツタチャチ、ダダチャタツタチャツ。これ繰り返し。で、A メロのところは、ここに書いてあるね。ちょっとちっちゃいけど。ダダダツツツツツ、ダダダツツツツ。三つで展開していく。だからちょっと親戚みたいなもんですよ、この、ここが。はい。その辺ちょっと、カッティング、このバツはカッティングだからね、この辺の墨分けが出てきます。でね、あと、喉乾いたな、これ飲めばっていうのは、茶がないね、優しい8ビートにしようかな。その押し引きが結構やっぱりドラマを生むと思うんで、喉乾いたな、これ飲めば、これっていわゆる関節キス、この柔らかい8ビート、茶を入れないやつ。そして、対して、サビになったら8ビートの茶。これでキメッキメでいきましょう。待ってる左手にこんな感じ。ほんの少し触れてたかじゃんじゃ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 か。こんな感じで、ゴリ押しで8ビートの茶でいこうと思います。はい、整理しますよ。8ビートの茶サビで出てきます。で、カッティングを用いた8ビートの茶は A メロと前奏のところでちょっと違うパターンで出てきます。で、 B メロの喉乾いたなは優しい8ビート、この辺の使い分けから、あ、イントロであとは、スチャ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 、スカビートも入ってくるということ。この辺のこと、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというページがあるんですけど、全部動画で弾き方解説しています。その中で、まず8ビートのチャ、これが基本になりますからね。そこを探して練習してください。8ビートのチャは、まず8ビートっていうのができないといけないんで、8ビートができた後に8ビートのチャ、チャ、この弾き方をマスターしてやってください。で、あと、スカビートっていうのは、レゲエビートっていうところのとこが弾き方があるんですけど、でも、チャができるようになったら、チャッとやってアップなんで、比較的これはリズムが、よれを考えなければ、できると思います。ちょっとやってみてください。ということで、リズムがすごいでしょ。で、まあ、なんとなくね、これからやるデモ演奏の動画の中で、こういう風にやるのがいいなって、一個のこれ提案ですからね、気持ちよくずっと8ビートでももちろん、OK です。数的にはこれをやると面白いなって言って一つの提案ですから、この通りにやらなきゃダメとかそういうものではないですから、そこは一応確認しておいてくださいね。はい。そんなことを踏まえながらですね、ハニーワークス東京サマーセッション、かっこいいバージョンガズレレ流、やってみる !1、2、3、4! やあ、こんにちは、こんにちは、あー。調子どう普通かな、うんうん、花火大会が来週あるんだってね、ああいう人が多いの俺は苦手なんだよな。
ああそれじゃ誰か他を当たってみっか、やっぱ楽しそうだな、結構行きたいかも、喉乾いたなこれ飲めば、これっていわゆる関節キス、意識した意識した、喉は乾いたまんま、待ってる左手にほんの少し触れてみる、つなぎたいつなぎたいだけどポケットに隠れた、本当は気づいてる、ほんの少しで届く距離、つなぎたいつなぎたい本音背中に託すの、綺麗だね綺麗だね、あサマーセッションハニーワークスハニワやってみました、リズムがもうてんこ盛りだったですよね、今のバージョンは。でこれをずっと同じこうカッカッカッという感覚でやる、その中で押し引きがあるとか、結構これはね、演奏もそうなんですけど、歌詞の内容もまたリンクしてね、こう手が握るか握んないかの駆け引きを、やっぱりね、このお手手をこう触る、そういう感情ですからね、やっぱ音楽はね、その景色を思い浮かべながらイメージしながら、またこのリズムと一緒にこう駆け引きを、楽しいですね。音楽は本当に豊かでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィーク。楽しく音楽をね、ウクレレでやるの本当にいいですね。まあ、東京は晴れてきましたか。今日は、今ね。外でまたやるのも楽しいと思います。ありがとうございます。どんどん音楽楽しみましょう。はい、ガズレレホームページご覧になってください。ドン、ガズレレ .com でございます。イベント情報も盛りだくさん。はい、まず、ドン、こちら、お願いします。6月の16日、沖縄。6月30日、長野県長野市。7月14日は、行きます。奈良に行きます。はい。で、6月15日は前日、沖縄那覇の純駆動書店さんでトークショー&サイン会、リットミュージックから出る100曲の本のね、このイベントをやって、その翌日、ワイワイやりましょうってことになってます。で、都内は、これがあります。ドーン千人ガズレレ毎年恒例ですね。もう今や3回目です。はい。代々木公園で、アースガーデンというエコロジーなイベントの中でガズレレの時間をいただいて、その中でみんなで歌いまくろう。その情報も YouTube、こちらでも公開していくと思いますけれども、はい。いろいろ、生で待っていきましょう。そしてですね、やっぱりいろんな情報、最新情報は YouTube じゃねえや。いろんな最新情報はホームページ見てくださいね。ホームページリンクここに貼っておきますからね。はい。ホームページを見てください。そこにはまあブログも書いてますから、いいことが書いてるんでよろしくお願いします。さあさあ、そんなわけでそろそろいい季節です。外にくれるに出して、ワイワイ楽しみましょう。さよなら、バイバイ、またね。チャオ。